武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は長崎大学の総合問題と小論文、前期試験のものですね、について話していきたいと思います。まず総合問題に関しては、多文化社会学部の前期日程で、出題されるもので、資料の読み取りプラス、意見論述、ですね、資料読み取り、資料から見て分かることと、そしてそれをもとにした意見を書くという形で、かなり、記述量は、多くなっています。トータルで2000字程度、は書く必要があります。で、時間150分という形ですね。で、小論文、前期試験であるのは家庭科ですね、中学校教育の家庭、が、出ておりますが、こちらも結構書く量が多くて、1000から1500程度、書く、ぐらいの量、が出るという形ですね。で、一つ一つのもの、いくつか問題が出ますので、1個につき、大体、短いものだったら100数十字、で、200、300程度のものもあれば、長いのは600とか800いくようなものも、総合問題の小論文も出てくるような形、ですね。で、まず総合問題に関してですが、かなり資料が大量に、出ます。で、この資料をもとに自分なりに読み取って分析して意見を述べるという形にはなってますので、通常の小論文の知識プラス小論文だけじゃなくて、その場で読み取る能力というのがかなり重要になります。前例と知識、ちゃんと興味関心持ってるかどうかっていうのももちろん大事にはなってきますので、社会科学系統の知識本などしっかり読んでおいて、それに加えて過去問でどういうことを読み取ればいいのか、どの資料を使ってどんな意見を書いていくのか、それはどこから分かるのかみたいなことを、ちゃんとですね、意識してやっていく必要があると思います。で、資料がですね、文章だけじゃなくてグラフなどの読み取りもありますので、このあたりもしっかり読む練習をしておいて、ください。で、小論文に関して、ですが、こちらはですね、比較的その、テーマそのものは、そこまで難しくはないかなというのですね。自分なりの意見を書けるかどうかっていう、意見論述の部分が、しっかり分かるかどうかっていうところと、読めば分かる、ことをちゃんと論述、して回答として作ることができるかということですね。もちろんその家庭なんで、家庭に関するその、家庭科に関する興味関心、に根ざした部分が、結構あったりはしますので、食料関係だったりとか、ですね、あたりの、結構その知識、はちょっと入れておいた方が、ネタ本などでですね、しっかり読んでおいた方が、いいかなと。健康だったりですね、このあたりですけれども。なので、ただその書かなきゃいけないもの自体は割とちゃんと練習しておけば十分対応できるレベルだとは思いますので、ネタ本プラス総合問題は資料の読み取りの練習および小論文の書き方の勉強と過去問のやり込みという形で、家庭の小論文に関しては家庭科の基礎知識ちゃんと教科書などしっかり読んで入れ直しておく、とりあえずその自分なりの回答を書けるように小論文の練習をしっかりやっておくということを意識してやってください。以上が総合問題と小論文の勉強となります。